皆さんどうもこんにちは、テクニカでございます。トラゲンさんのお店なんですが、トラゲンさん、トミミニを導入いただいておりまして、担々麺ですとか麻婆豆腐を、ね、冷凍していただいているというようなお店です。実際に凍結してもらうものを見せていただいて、で実食もねさせていただこうかなと思います。社長よろしくお願いします。鈴木です、よろしくお願いします。今日は汁なし担々麺と、麻婆豆腐。はい、それではよろしくお願いします。麺を茹でます。茹でた麺を急速冷凍して、でお客様が、まあ、少しの解凍時間で食べれるようにっていう。なるほどなるほど、はい、じゃあ本来は7分茹でないと、お客さんの家で茹でないといけないんですけど、はい、ここでもう6分茹でて、お客さんのところでは、まあ、3分くらいで水牛丼を戻していただければ食べれるかなと。あ、なるほど。 お客さんのところでってことは物販もされてらっしゃるんですか。そうですね、はい。あ、なるほど。そうするともうお店の味がお客さんのところに行くっていうことですね、はい、そうですね、はい。はい、これですね、さっできるだけ早く、あ、なるほどです、はい、麺が伸びないように、平らになるようにこういうのを使って、このまま、蓋をして、あれぐらいで大体何分ぐらいで、あの薄さだと、5分ぐらいで、5分ぐらい、はい、あ、これでまた真空パックに、はい、はい、こういう感じで、はい、多分ね、ですね、セットしていただいて、まで、もうちょっと温かいんで、5分でも5分から10分ぐらいで、すぐ終わりますね、完全に。あ、もう湯がく前にスープをちょっと軽く湯煎していただいて、あ、なるほど、はい、スープも凍ってる感じですね。温まりましたら、一旦ボウルにかけていただきます。はい、僕のラー油を全部入れていきます。あ、先ほどソースに、はい、まあ、こういう感じです。なるほどな。これはもう凍ったままこのまま入れていただいて3分。3分ですね、はい、で最初あんまりやりすぎちゃうと麺がちぎれてしまいますので。なるほど、はい、なのである程度ほぐれるまでちょっと待っていただいて、うん、で あと家庭でお好みで、まあ、例えばネギだったりとか小松菜とかほうれん草とかちょっと緑のものが添えていただくとちょっと見栄えが良くなるかなと思いますので、はい、取り出していただいて、もう本当にこれはあとはもう動きにしていただいて、この丼にご飯を持っていただいて、はい、うわー美味しそうですね。これはかけるだけで出来上がりです。それであとお好みで、はい、あの花椒がついてますので、はい、ちょっとピリッという辛さが欲しいなという方はお好みでかけてください。なるほど、はい、完成ですね。ということで冷凍した担々麺をいただこうかなと思います。うん、ちょっと麺自体の食感がすごいいいですよね。そうです、もちもちしてて、はい、チルド麺よりも多分いいですよね。そうです、急速にしてるのがやっぱもちもち感とかすごい残ると思います、うん、完食です。美味しかった。めちゃくちゃ美味しいです。当然です。これお家で食べられたらめちゃくちゃいいですね。豆腐の再現率がすごくないですか。トミミニをご導入いただいたきっかけとかありますか。きっかけは、まあ、同じ飲食
営者の仲間から紹介してもらって、まあ、とりあえず見てみようかと、はい、いうことでそのデモ機でやってもらった時に、うん、まあうちのさっきの麻婆豆腐を実験してみたら解凍した時の豆腐の再現率にちょっと衝撃を受けて、こんなにお酢の入らないまま解凍できるのかっていうのが驚いて、これはもうぜひ入れたいと思って。で今までも冷凍もなさってなかったんですね。あんだけは冷凍にして販売してたんですけども、うん、豆腐はどうしてもやっぱり冷凍すると酢が入ってしまうの で、 なんで完成品としては今まで実現できてなかった。そうですね、はい。それともう一つは去年一昨年とイベントに結構出店してて、まあ、キッチンカーだと太麺だとやっぱり茹で時間が結構かかるので、なんで提供時間をどうやって短縮するかっていうので、予測茹で下茹でっていうのをやってたんですけど、なかなかそれでもうまくいかずに、で、まあ途中まで茹でて冷結して細麺だ1分から3分ぐらいの間で、本来6分7分かかるものがその茹で時間で提供できるっていうので、イベントにも結構いけるんじゃないのかなって。普段お店で提供してるのに限りなく近くいい直感で解凍することができることが分かったので重宝してます。ありがとうございます。今後のビジョンとかってありますか？まだまだ多分可能性はたくさん幅広くあると思うので、なんで今現在は、店舗で扱ってるメニューのみですけども、店舗で扱ってないものもいろいろ実験をして、販売をしていこうかなと思ってます。はい、今日はどうもありがとうございました。